トライです。コンバージョン成功です。7対0で日本体育大学リードです。日本体育大学ラグビー部女子トライです。12対0で日本体育大学リードです。背番号12、伊藤ウィズホー選手のトライです。コンバージョンゴール成功です。19対0で日本体育大学リードです。Thank you.
日本体育大学選手の入れ替えです。7番神田選手に代わって4番岩本選手が入ります。先発背番号20久保光選手のトライです。19対5で日本体育大学リードです。前半終了です。マッチナンバー26プレートトーナメントセミファイナル、神奈川県選抜対日本体育大学女子ラグビー部、19対5で日本体育大学リードです。日本体育大学トライです。5で日本体育大学リードです。快点！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 
岩本歩美選手のトライです。29-5で日本体育大学リードです。日本体育大学背番号4岩本歩美選手のトライです。コンバージョンゴール成功です。36-5で日本体育大学リードです。神奈川県選抜選手の入れ替えです。1番福島選手に代わって7番天谷選手、15番芦屋選手に代わって3番綿引選手、2番よもきた選手に代わって12番中村選手、16番山本選手に代わって18番西岡選手が入っています。そして日本体育大学も入れ替えです。6番及川選手に代わって3番石川選手、12番伊藤瑞穂選手に代わって5番大山選手、1番片岡選手に代わって11番伊藤由紀選手が入っています。日本体育大学背番号5大山霞選手のトライです。41-5で日本体育大学リードです。Thank you.
大会学背番号2マンバアイム選手のトライです。ノーサイドです。ナンバー26プレートトーナメントセミファイナル神奈川県選抜対日本体育大学女子ラグビー部46対5で日本体育大学の勝利です。日本体育大学はプレートトーナメントファイナル、そして神奈川県選抜は7位8位決定戦へ進みます。